こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。日本では、米軍が F-35B ステルス戦闘機の増強を決め、岩国基地に配備が順次決定している。また、英国でも、米軍の F-35B 戦闘機が到着し、クロスデッキが本格的に実行に移される。日本も英国も F-35B 戦闘機を購入決定しているが、配備までは時間がかかる。その間の空母での運用を米軍 F-35B 戦闘機で訓練しながら強化していく。また、この F-35B 戦闘機の訓練場で、現在硫黄島などで行われているだが、硫黄島までの距離があり、位置関係も、近年注目を集めている馬毛島が一歩進む段階に入った。なんとボーリングを容認する意向が示されたからだ。では、今回この馬毛島について、詳しく話していきますね。2019年に所有企業と日本政府との間での買収交渉が大枠での合意に達し、現在取得後の自衛隊基地やアメリカ軍の航空母艦艦載機の訓練拠点を設置する準備が進められているのが馬毛島だ。馬毛島は、行政区分上は、鹿児島県西の表市に属する島であり、種子島の西の沖約12キロの東シナ海上に位置しており、これまで、所有していたタストンウェアポート社の関係者を除けば、無人島となっている。馬毛島は2007年頃から、現状は小笠原諸島の硫黄島で実施されている。アメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上離着陸訓練 FCLP の代替地として名前が報じられるようになり、約13年の時を経て今に至る。アメリカ軍の陸上離着陸訓練 FCLP とは、横須賀を母港としている。航空母艦が港への入港時にその母艦の飛行甲板を使用した。離着陸訓練ができなくなる際に行われている航空母艦運用に必須のものだ。アメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上離着陸訓練 FCLP はかつては厚木基地で行われていた時代もあったが、夜間の騒音問題が深刻化したことから、離島である現在の硫黄島に移された経緯がある。しかし、近年のアメリカ軍の再編成から、航空母艦が横須賀に入港した際の艦載機の受け入れ先は、山口県の岩国基地に移され、ここから、硫黄島までの距離が片道1400キロ以上と遠く代替地の検討がなされた。ここで浮上したのが馬毛島であり、馬毛島ならば岩国基地から片道約400キロと近い上、さらに同じ九州の長崎県の佐世保基地からも同様であること、実質的に無人島であることなどから、にわかに有力な候補地となった。日米両政府から見た場合の馬毛島は、地理的には申し分のない代替地であることに間違いなかったが、問題は所有企業との売買交渉であり、それ以前にも国の施設を誘致しようとしていた経緯から、難航した。日本政府は、
事前に島の価値を評価したが、その際の評価額は約45億円であり、2019年に大枠合意した160億円とは相当な乖離があるが、タストンエアポート社は売却ではなく貸し出しを希望していたとも言う。これは地権者として日本政府から永続的に賃料収入を得ようとの考えがあったものと思われ、どちらかといえば沖縄におけるアメリカ軍基地の地権者のような立ち位置を志向しているのだと想像できる。日本政府としては賃貸ではなく評価額に色をつけて160億円での買収姿勢を貫いたわけだが、タストンエアポート社は自前で実施した飛行場建設等島への投資を理由に400億円以上を希望したとも言われる。そのため一時交渉は決裂の様相を呈したものの、タストンエアポート社自体が資金難で経営が悪化、同社のお家騒動を含む2点3点を繰り返しつつ、なんとか最終的に160億円での買収で合意にこぎつけた。しかしここまでは日本政府と所有企業のタストンエアポート社との馬毛島をめぐる交渉の話だったが、この交渉が本格化することに伴って今度は地元鹿児島の西之表市を含む自治体から反対の声も上がり始める。そこには馬毛島自体は事実上の無人島であるものの、12キロと距離的に近い種子島などから見た場合に騒音や軍の基地が置かれることを危惧するといういわば政治的な意味合いでの反対意思の表明だった。2020年9月現在でも西之表市はこうした反対の姿勢を崩していないが、国が本格的な動きを加速させる中では鹿児島県をはじめ多くの自治体で成り行きを見つめつつも了承の方向に傾きつつあるように見える。こうした馬毛島での自衛隊基地やアメリカ軍の航空母艦艦載機の陸上離着陸訓練 FCLP 拠点設置に関しては地元の反対の声をことさら取り上げて報道する傾向が強いようにも映る。しかし実態は過疎化に頭を悩ます地元の団体も存在しており、そうした勢力の代表ともいえる馬毛島の自衛隊 FCLP 訓練を支援する市民の会は鹿児島県知事への計画賛成を求める嘆願書を提出した。もちろん反対派も同様の嘆願書提出を行っているが、あくまで地元民は反対一色であるかのような報道には正直一面的で偏りがありすぎると思わざるを得ない。こうした状況下の2020年9月11日、防衛省が馬毛島沖の海上で実施予定のボーリング調査に際して、これまでその調査への態度を保留していた種子島漁協がこれに同意することが明らかとなった。種子島漁協ではすでに同意書を提出済みといい、同意に至った理由については9月14日に改めて記者会見の席で説明すると表明しており、最終的な調査の判断は県知事が担うことになっている。また
9月12日には、西野表市の担当者が、3年に1回の不動産鑑定のために、馬毛島入りし、当日中に3地点の調査を終えたことも報じられ、今後も、自然や文化財に対する調査が行われる予定とされている。